1972年の沖縄の本土復帰以降、これまで13回の県知事選挙が実施され、8人の知事が誕生しました。その時々に沖縄が直面する課題や世界情勢を反映しながら、革新と保守が入れ替わった県政の歴史を紐解くと、沖縄の今が見えてくるようです。戦後27年に及ぶアメリカ軍統治を終え、1972年5月15日、本土復帰を迎えた沖縄。復帰直後の6月に、県内で初めてとなる県知事選挙が実施され、基地問題への対応に重きを置く革新側の屋良朝苗が、保守側に7万票余りの大差で勝利し、初代県知事に就任しました。本土復帰直後の沖縄で重要視された政治課題は、日本の高度経済成長から取り残された沖縄の経済振興と、復帰後も残されたアメリカ軍基地から派生する問題の解決。経済振興に重きを置く保守と基地問題に注力する革新に分かれ、沖縄の政治闘争が繰り広げられてきました。1978年3回目となる県知事選挙で、保守側は西銘淳司を擁立し、県政を奪還。元衆議院議員の西銘は、政府とのパイプを生かし、離島への架橋や高速道路の整備など、社会資本の整備を進め、基地の整理縮小を知事として初めて訪米し、直接アメリカ政府に訴えました。3期12年続いた保守の西銘県政が終わりを迎えたのは、1990年の第6回県知事選挙でした。戦場体験をした結果、平和こそが最上の福祉であるということを痛切に感じるようになりました。選挙の前年にはベルリンの壁が崩壊、アメリカ、ソ連の冷戦が終結を迎えます。これが沖縄の基地負担の軽減にもつながるのではないかという期待感が県民に広がっていました。保守がその後県政を奪還したのは、1998年第8回県知事選挙。経済のためには本土と喧嘩しても、強引でも何でもかんでも予算を持ってこない限り、県政復帰は打破しません。県にはお金がないのです。代理署名の拒否をはじめとする基地問題への対応をめぐり、県と国との関係が冷え込む中で、県政不況という言葉が生まれ、保守と経済界の後押しを受け、経済界から稲嶺慶一さんが出馬し、3期目を目指す太田さんと激しい選挙戦を繰り広げました。この選挙で初めて、今も解決しない普天間基地の移設問題が争点として浮上します。太田知事は代替施設を県内に移設するという政府方針に明確に反対したのに対し、軍民共用や15年の使用期限の条件付きで基地建設を容認した稲嶺さんが初当選を果たします。稲嶺県政の2期8年と、それを継承した中今博一さんの2期8年、合わせて16年間の保守県政が続きます。普天間基地の辺野古移設を争点に、容認に傾く保守と県外移設を求める革新の選挙戦が繰り広げられる中、2014年の知事選挙で県内政局に新たな政治潮流が誕生します。イデオロギーよりアイデンティティ、沖縄の基地問題はこういう形で県民が一丸となって解決するしかない。2013年、前回選挙で県外移設を訴え当選した中今知事が、政府から3000億円を超える振興予算の確約を得て、名護市辺野古の埋め立てを承認。それに対し、保守政治家の尾長剛さんが辺野古移設反対を訴え、保守中道から革新までを取り込むオール沖縄を誕生させます。幅広い層から支持を集め、尾長さんが初当選を果たしました。
天間基地の移設をめぐって辺野古では基地建設のための土砂の投入が始まった一方で、軟弱地盤の存在で難工事が予想されるなど、解決の道筋は未だ立っていません。復帰後も続く過重な基地負担に子どもの貧困、新型コロナウイルスで県経済の疲弊が続く中、本土復帰50年を迎えた沖縄の課題解決に向けた舵取り役を選ぶ重要な選挙が始まっています。改めて振り返りますと、いかに当時の国内や海外の情勢が選挙に反映されてきたかというのが見えてきますね。そうですね。今年は本土復帰50年の節目の年です。沖縄の未来をどの候補者に託すのか、それぞれの政策を見極めて一票を投じたいと思います。